小魂聖子流二27年うる5月21日は、李氏朝鮮の第21代、王栄祖の次男、忌み川県、思えたみ聖子とも呼ばれる。第22代王、聖祖の父、第23代王、純祖の祖父、第24代王賢秀の高祖父、第25代明田の曹祖,祖父である。兄がいたが、早くに逝去し、弟という理由で2歳で、 王政史に作立され、10歳で、営業具講師と結婚した。小論派の学者たちから学問を学び、朝廷を掌握した、老論派と対立した。1749年に政史が、英祖の代理として、政務を処理するようになると、老論派は、定住王公と共に、英祖に残言し、政史を落とし入れた。英祖との葛藤で政史の利権は精神を病むように、 なったと、反中録には記録されている。1762年度論派が糸を引いた、ラ・カゲヒコが、生死の飛行を英祖に創造した。英祖は、ラケ・ビコを死刑に処する一方を、利権を排して、米びつの中に閉じ込め、利権は8日後に飢え死にした。後に、これを悔やんだ英祖は、思え痛み水徳厚喜び公認刑、実ル商高乗元命、 明九三元建成継承権広市総婚聖子と、送りなし1777年には聖祖が、総婚と、追見子とした。また現在のソウル市東大門区の梨峰山にあった、墓を水原に移した。後部三年、皇帝に即位した義理の矢者子である高僧により、小祖の病号と、新門官務総婚高校大王、後に、異皇帝の死後を追贈された。 李氏朝鮮後期系図、原型不規略英,英祖と聖祖の二人の名君の間に、あって、非合の死を遂げることになった、昇魂聖史は、現代では歴史のミステリーとして、韓国国民の興味を引いており、重い痛み聖史経式を題材としたドラマは多い。ありがとうございます。